ちゃん。こんにちは。はい。はい、豊さん。はい。はい、今日も来ました。3連戦振り返るの時間です。はい。はい。まあ、3連戦と言ってもね、うん、まあ、いろいろこう、ゴールデンウィーク明けで、うん、まあ、ちょっと変則日程のところもあるしね。そうそう。今日水曜日なんですけどね。うん、はいはいはい。いつもだったら月曜日がお休みのところを、月曜日から3連戦あったので、そう。月火水とあって、明日は、ないということです。明日はもう全社ないから ね、はい、ということでちょっとあの水曜日ですが3連戦を振り返るの時間です。やっていきたいと思います。はい、はい、ちょっとね、乾杯やちいちゃん、はい、よろしくということでね、乾杯やちいちゃんよろしくお願いします。はい、はい、ということで、はい、あのちょっとね、はい、あの天候が悪かったりね、もともと2試合だったりっていう日程、ね、もあったので試合数はね、はい、どのチームも3試合あったというわけではないんですけれども、うん、はい、中止になったのね、阪神と広島の初戦だけ、うんうん、あ、これが中止になってるだけで、はい、あとはね、まあ、あとは大体ね、まあ、日程的には進んだけどもね。そう、あと、はい、なんだ、2日目は、うん、セ・リーグ、パ・リーグともに2試合ずつだったりとか、3日目はパ・リーグが2試合だったということで、はい、ちょっと試合数は少なかったです。はい。はい、ということで、まずセ・リーグから、うん、はい、中日対巨人が、巨人の2勝1敗の勝ち越し、はい、はい、阪神対広島は広島の2勝ということで、はい、勝ち越し、はい、DeNA 対ヤクルトは1勝1敗ということになりました。はい、さあ行きますよ。はい、はい、中日、巨人、うん、ね、中日梅津、涌井、小笠原で、巨人横川、山崎、堀田、うん、あ、まあ、若いピッチャーが来るね、巨人はね。で1試合目、2対0中日、はい、ね、まあ、細川が4番でね、うん、2打点を叩き出すんだけども、はい、まあ、非常に、最初はね、ちょっとフォークかチェンジアップか少し抜けたボールをタイムリー打ったんだよね、うん、で次はなんかこうインサイドのカットかまっすぐ系を、まあ、同じようにタイムリーを打ったんだけども、はい、詰まりながらね、うん、まあ、ここら辺なんか同じ違う球種を打たれるというところがやっぱり細川に読まれてたなっていうね、うん、まあ、そんな感じがしたんだよね。でこの日梅津先発、うん、5回3分の1、まあ、82球無失点、5回3分の1で変えられるんだけどもさ、はい、この時1安打しか打たれてないんだよね、多分。そうですね、まあ、見事なピッチング、まあ、相手を翻弄してたような感じがしたんだけども、うん、いや、下ろした背景には何があったのかなっていうね、このタイミングではなぜっていうことですか。まあまあそうだね、いや、もうちょっといけたかなと思ったけども早めにこうスパッと変えたよね、うん、だ、まあそこら辺のこう信頼度っていうか、まあそういうところをこう身につけなきゃいけないのか、それともまあまあ肘に不安がね、まあ多少あるということで、まあ早めに変えたっていうのか、うん、まあ、変えられた梅津っていうのは、もうちょっと投げたかったかなっていうような、まあ、意欲的な顔はしてたけどもね、うん、まあ、でも巨人を完封して勝ったということだから、はい、まあ、交代は成功だったんだろうね、うんうん、で横川、はい、4回75球、まあ、2失点なんだけども、うん、決して悪くはないんだよね、うん、悪くはないんだけども、やっぱ同じバッターに同じタイムリーを打たれるとかで、ましてやその1打席目に打たれた球種を除いて他のボールで打たれるとか、だから相手の方が読みとしてはやっぱ深かったんだなっていう、うん、読み通りに打ったんだなっていうことが結果からすると分かるんだよね、うん、だからまあここら辺がちょっと反省材料かなっていうふうに思うよ、うん、まあ、相手の4番細川やっぱりね、当たってるし勝負強いし、だから1本は打たれてもしょうがないとは思うんだけども、まあこう2本許しちゃったからね、まあさすがだね、でも細川もね、ね、はい、はい、という試合目でした。ちょっとね、巨人が打てないというところが、まあ打てないよな、ね、ご飯だっていうのはちょっと寂しいですかね。まあそうだね、うん、で2試合目は涌井対山崎、はい、2対0、山崎より完封、うん、ねえ、見事だったね、9回119球、うん、4安打6三振無失点というね、うん、でやっぱピッチングをこう見てるとね、とにかくバンテリンドームって広いじゃない、うん、はい、だから普通雑になりがちなんだよね、ピッチャーって。ああ、広い分ね、まあ高めに行っても、うん、まあ少々ね、じゃあホームラン入らないとか
そういうピッチングをするんだけどもさ、やっぱこの日の投球は丁寧だったね、うん、低めに本当に丁寧にボールを集めて、そこの集めたボールのところから一つ落として空振り三振取るとか、だからこうまあ自在ではなかったけども、やっぱり非常に丁寧さが目立った、まああの投球だったね。で一方涌井、6回3分の2、105球、こっちも3安打ね、抑えてるんだよ。ただね、まあ珍しいには5四球という、で2失点で7回、一種満塁になるんだよね、でこの時も2つのフォアボールが絡んで、まあワンアウト満塁を作っちゃうんだけども、でバッター門脇、ツーストライクポンポンと追い込んだんだよ、そしたらね高めに要求したんだよね、でこのすごい高めのボールを門脇がもうこうと叩きつけるように打ってセンター前に持っていくんだけども、追い込んでただけに、まあ打たれたという結果からまあ悔しいと思うけども、あそこを打った門脇もまあすごいよね、でも門脇の心境っていうのはやっぱ何とかしなきゃいけないっていう若手って、結構何でも振ってくるんだよね、もうとにかく涌井って言ったらコントロールがいいって、まあここら辺には絶対来るっていうピッチャーだから、それをこんな感じで打ちに行ったけど、このね何でも食らいついていく怖さっていうのをやっぱ感じてほしかったなと思うんだよ。そしたら逆に低めに落とした方が安全じゃなかったかなっていう、そしたらゴロになってホームでチャンスが生まれるとか、高めだと万が一でもやっぱああいう場面って高め狙ってるからね、だから外野フライになる確率っていうのも高かったし、まあその後押し出しで2点目を挙げてね、まあこれもしょうがないなと思うけども、だけどやっぱその高めに行くのか低めに行くのか、若手が突っかかってきてんのか、まあそういう状況を考えると、まあ攻められはしないけども、あれでよかったかなっていうのはちょっと考えさせられるシーンだったね。まあこの7回だけがね、もうそうなんだよ、2点ということで、そうなんだよ、もったいないんだよ。ね、はい、はい、で今日です、小笠原対堀田、4対1、巨人ということでね、で初回、まあ一矢満塁から坂本がセンターに犠牲フライというね、まあ簡単に1点先取しちゃったなっていうような、そうでしたね、まあそんな感じだったんだけども、まあこの試合ゲームを作ったのが堀田、5回3分の2、68球、6安打、無失点という、やっぱねボールに力があるね、だから少々高めに行っててもすごくこうファールを取れたりだとか空振りを取れたりだとか、まあポップフライで打ち取るっていうケースはただあったんだけども、バンテリンだけで投げるわけじゃないから、やっぱり低めに制球するっていうことを昨日の山崎伊織が見せてるわけだから、まあ、そこら辺ちょっと意識してほしかったなっていう、ただ非常に力はあるよね、力はあるし、だからすごくまとまってた。それと2アウト満塁作るケース、大島との勝負を勝負しながら避けて2番の田中に持っていったところなんかはすごくやっぱり冷静だったなっていうふうに思うよね、やっぱ田中の方が非力だし、打ち取れる確率は高いもんね、大島よりは、まあ、そうですかね、だからまあそこら辺の一つのフォアボールだけを出してるんだけども、やっぱ制球も見事だったし、まあちょっと高かったのがちょっと気に入らなかったけども、でもよく投げたなっていうふうに思うよね、で一方小笠原、で7回104球5安打1失点、ねえ、まあ勝ってもいいピッチングだったんだよね、まあだけどねちょっとね、おちゃらけてる部分がある、なんかあれなんていうの、その試合中ってこと、だからまあちょっと牽制するふりをしてパパッとすぐなんかプレート踏んですぐ投げようとするとか、ちょっとねおちゃらけてる部分を見せると野手って打てなくて申し訳ないと思ってるけども、ああいうおちゃらけてるシーンを見せられるとなんだこいつって思うよ、野手は、
うん、だからそういうことじゃなくて、やっぱね、真摯にやらないと、うんうん、守ってる方がってことですね。守ってる方も一生懸命守ってるしね、うん、打てないのをね、小笠原本当に申し訳ないと野手は感じてるよ、うん、だけどああいう風なおちゃらけを見せられるとね、うん、やっぱこいつ本当に真剣にやってんのかみたいな、そういう感じになるから、うんうんうん、そういうことはチームはうまくいってるしね、今のところ、うん、みんなで頑張ろうとしてるわけだから、うん、だからああいう態度っていうのは俺は良くないと思う。なるほど、うん、まああのね、結構こう和やかな表情は多かったような気はしますのでね、そういうところなんでしょうかね。そうだね、うん、まあだからいや、やっぱ小笠原がもっと勝ってなきゃダメだよ、ピッチングの内容だとか、うん、打ってくれてないから勝てない、それは申し訳ないけど、まあだけどやっぱりね、いつも真摯に立ち向かってって、闘争心むき出しで立ち向かってってほしいなっていうふうに思うよ ね、うん、ね、ちょっと今日イメージがちょっと違ったからちょっとびっくりしたんだけどもね。なるほどなるほど。でこの試合勝負を決めたのが8回、はい、満塁から長野タイムリー三塁打で、3打点という ね、都合4点になるんだけども、うん、やっぱベテランというのはやっぱ味があるというかね、うん、やっぱボールの誘いに乗らないよね、うんうん、で満塁だと絶対ストライクで勝負をしてくるというようなことで、もうインサイドは捨て切って外のボールを待って、うん、センターから右の方向に狙ってる、まあこういう冷静さがあると打てる確率は絶対上がるよね、うん、だから見事なスリーベースだったなっていうふうに思う、うん、で同じ9アンダーを打ってるんだよね、中日と、はい、そうですね、巨人はね、うん、でもまあどこで1本出るかというかさ、うん、まあ坂本の守備も素晴らしかったし、うん、ねえ、で最後ちょっと乱れたんだよね、巨人の、うんうん、吉川と佐々木で、うん、お見合いをしてポテンヒットになるんだけども、うん、まあ、そこからの、ね、失点をするしていくけども、はい、やっぱ守備っていうのも大事だしね、あだから、まあまあベテランの力というのはねやっぱ大きいっていうのを感じた3連戦でした、うん、はい、はい、ということで2勝1敗で巨人のね、うん、はい、が勝ったという、はい、はい、続きまして阪神対広島、うん、ね、阪神村上大竹ね、昨年の、ね、ヒーローだよ2人、ね、で広島は床田大瀬良、ね、うん、両エースだよ、ねね、左と右とね、うん、ね、結果的には2勝広島が ね、はい、するわけだけども、1試合目は、ね、雨で中止ということで、はい、まあ、昨日行われた2試合目、うん、はい、2対0広島、はい、2つのエラーがね2失点につながる、うん、で1回と5回にあったんだけども、そのチャンスをものにしたのが小園の犠牲フライ、うん、5回には秋山のタイムリーということでね、はい、で秋山がすごく良くなってきてるよね、うんうん、で小園もなんか4番に入ったりとかして、まあ、非常に、活躍をしてるんだけども、秋山が良くなってきた1番でね、うん、で7回8回、この日、満塁を作るんだよね。まずは7回阪神の攻撃、はい、ワンアウト2、3塁になるんだけども、初球を坂本がフライ打ち上げちゃうんだよね、うん、その後フォアボールから小野寺の満塁から代打小野寺が、まあ、センターに持っていったんだけども、どん詰まりだったね、うんうんうん、ただここら辺のその床田の制球っていうのは素晴らしいなっていうふうに思うのと、うん、で続く8回、うん、ワンアウト満塁になるんだよ、はい、でバッターサトテル、うん、フルカウントからの1球、はい、この時にピッチャーが変わるんですかね。そうそう、うんうん、島内に変わるんだよ、はい、でやっぱ力で抑えに行きたいというね、うん、まあ、新井監督の期待に応えて力で押していくんだけども、まあ制球が定まらないんだよね、なかなかね、うんうん、まあ、その中でフルカウントまで行って、うん、1球ファウルにした後、どうなんだろうね、キャッチャーはこうやって確かに動かしたんだよ、うん、まあ、これがストライクだったんだよね、うんうん、どうなんだろうなって、それはボールじゃなかったのかっていう意味ですか。最初ね、うん、見てた時に、まあ、プロ野球ニュースだったんだけど、うん、ボールだってみんなが言ったんだよ、ね、うん、そしたらその担当でずっと見てたアナウンサーが一言言った、うん、今日は際どいのは全部取ってますって、うん、
確かに坂倉がね三振した低めのボールなんかは、うん、あどっちだろうと思ったのストライク見逃しの三振だったんだ、うん、坂倉もボールだと思って見逃してるのをストライクに取られてる。それを考えると納得したよ、うん、今日は際どいのは全部取ってるっていうことがやっぱ説得っていうか落ちた。なかなかそういうこと本当はあっちゃいけないような気もしなくもないんですけど、まあそうだね、まあ試合によってっていうね、まあ、ただその時に俺が聞いたのは、うん、傾向としてどうだったのって言ったら、いや全部取ってますと、うん、だからこれはやっぱこの今日の審判の癖ですと、うん、でやっぱり人間がやることだからさ、やっぱ癖もあるし、それを分かりながらやっぱプレーしなきゃいけないよね、うんうん、それと島内が一塁側を投げてるんだよ、うん、一塁側のプレートを踏んでるんだよ、うん、だからこういう角度に行くんだよね、はい、こういう角度に、はい、だからボールに見えたかもわからないけどかすってるっていうんだよね、うん、だからまああの一球っていうのは昨日のゲームにしてはすごく大きな一球になったよ、まあ、そうですね、うん、で続くね、うん、森下も詰まって、はい、まあ打ち取られたというね回で、うん、まあ完封負け、はい、ねえ、まあ床田、うん、7回3分の1 125球7安打無失点という、はい、やっぱさすがだね、うん、まあ、前回からちょっととちらかったんだけども、やっぱ すぐ立て直してくるよねこうやってね、うん、でまあ見事だったので、村上、はい、7回116球、うん、5安打2失点、はい、自責はゼロということでね、三振も回数より8つあるんですけどね。そうだね、まあ中野がエラーしたんだけど、まあファインプレーもあったんだけども ね、 ね、あだけどそのエラーがなんかこう2失点につながっちゃったというね、うん、だから非常に野手としても辛いけども、うん、まあもったいない試合を落としちゃったね。ね、はい、はい、で今日は、3対1、うん、阪神、あ阪神じゃない、ね、ごめんなさい、広島、はい、大瀬良、ね、よく頑張りました、はい、ね、まあ、3回若手 の、 中村健人、広島の選手、うんうん、先発出場に応えて初ホームラン、はい、ね、先制の初ホームラン今季、うん、ね、で3回裏には近本ヒット盗塁、はい、で中野タイムリー、うん、あーこれ阪神のペースにこう帰ってきたなってね、取られたらすぐ取ってみたいな、ね、取ってそれも盗塁絡めて、うん、1、2番で1点取って、うん、なおもチャンス広げていくかなと、うん、いうふうに思ったらノイジー、はい、サードゴロゲッツ、はい、この菊池のあのプレーはあいつは体どうなってんのかな。いやなんかもう一回転するぐらいの感じで投げてて、それでゲッツーを取り、まあピンチを未然に防いだけどもね。まあ彼のやっぱ身体能力っていうか、中野見たかみたいなね、去年取られてるからね中野にね、だから見せつけたような、まあそういう菊池のプレーだったんだけども、やっぱああいうねファインプレーの見せ方ってやっぱあるんだよね、うん、でチームが乗ってくるとかさ、うん、まあそういうこともあるし、まあナイスプレーだったね、はい、で8回、うん、勝負を決めたのはまあ阪神がゲラに変えた、うん、でワンアウト取られてもツーアウトにしてまでもバントで送り、はい、4番小園にかけるという、うん、その小園が見事に応えた ね、 ね、で勝ち越しという、はい、で続いて、まあ、気落ちしたところか、まあ、気落ちしたのかどうかは分からないけど、うん、まあ、末金が、うん、続いてタイムリーということ ね、 ね、まあ、末金が帰ってきたっていうのも大きいし、ねね、まあ、新井監督が、ね、ツーアウトになっても1点差勝負、ね、送らせて小園勝負、いやここに見事に応えた4番の小園、うん、これもやっぱり見事だったね、はい、それとやっぱ大瀬良が勝ったっていうのも大きいし、うん、まあ大瀬良は先奪三振を取ってるという、それすごいですよ、まあ、それはすごいよね、もっとすごいですよ、もっとすごい ね、 ね、で大瀬良、うん、が勝ったっていうのも大きいし、はい、やっぱこう新井監督が4番に据えた小園、ね、ツーアウトにしてまで送って、うん、それをものにできた、ね、それと末金が帰ってきたっていうのが、ね、これが打線の軸として、うん、一本の柱が立てば
あ、広島いいなっていうふうに思うよね。だから広島この勝ちっていうのはすごく大きいと思う。そうですよね、うん、明日は休みだけどね、大瀬良投手の 今シーズンの初勝利っていうのもあって、ね、そうそれもだから乗ってくる材料が、うん、なんとなくこの勝ちっていうのは揃ったかなっていうふうに思うよね。そうですね、はい、またこの阪神相手にっていうのもまた大きいですね。でかいな、はい、うん、はいはい、はい、で続きまして DeNA 対ヤクルト、はい、ね、DeNA ジャクソン、うん、で石田、はい、ヤクルト、石川、吉村、うん、はい、もうね初戦、うん、6対5 DeNA もう話すことは一つでしょうか。もう話すことは一つでね、うん、6番レフト筒香が帰ってくるというね、もうこの日にね、もうあのいきなり一軍初めての試合でね、そうだ、どうなるのかなって、はい、おどうなるんだってもうすごい話題にはなってましたが、まあ、そうだね、使うのか使わないのか、そうそうそう、使わなかったらあげねえだろうみたいな ね、まあそうは思ったけども、まあ使われ発表になるまでちょっと心配だったけど、でも4打席経って2本ヒット、うちホームランが1本ということで、うん、ちょっとまあもう一回こう別の動画でも撮ってるからね、まあ詳しく見たい方は別動画をちょっと見てほしいんだけども、筒香選手スペシャル動画がね、そうそうそう、この前にあるんでね、そうそう、はい、で1打席目フォアボール、うん、これはじっくり見ていったね、はい、なんかストライクボールを確認するかのような、うんうん、また日本に帰ってきた余韻を楽しむかのような、そういう1打席だった、うん、で2打席目はセンターフライで、これを振りに行ってなんかこう感触を確かめたみたいな、うん、で3打席目はセンターオーバー、あわやホームランというね、うんうん、あなんかだん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 飛距離が出てきてるぞみたいな、ね、そして4打席目、ね、ランナー2人を置いて宮崎はよくつないでくれたな。これは本当豊さんが言ってた、もう宮崎選手のファインプレーでもあるねっていうね、ファインプレーっていうか、もうそこつなぐね、いや 彼にしかできないのやっぱり、うん、彼はやっぱこうボールを見る余裕もあったし、うん、やっぱつなげようという気持ちも十分伝わってきたしね、はい、そして筒香が逆転のスリーランホームランを打つというね、初球、もうすごい、この時に打てるっていうのは本当にすごいですね。まあそうだね、うん、だからまあそれで勝つという ね、もう横浜どんちゃん騒ぎというだけど、うん、この試合ジャクソン、はい、5回87球6四球ちょっとね、まあ、3失点、はい、6四球はねえだろうって、ちょっとね、ちょっとね、ちょっと制球が悪すぎるというね、ヒットを1安打だけど、そうなんだよね、うん、7安打されてるのと一緒だから ね、うん、だけどまあ筒香が助けたというね、うん、で一方、うん、この時まではヤクルトが勝ってたんだ、そうです ね、勝ち投手の権利を持ってたのは誰だって、俺の大好きな石川なんだよ、そうなんですよね、先発の、うん、ねえ、うん、で5回92球、3安打2失点、はい、ねえよく投げてたんだよ、でね、みんなも石川さんのためにとかで俺塩見のタイムリーが出た時には、うん、あこれはもう今日ヤクルトの勝ちだね、うん、まあ球団を超えてもまあ石川が勝つんだったらいいやって、うん、石川をおめでとうみたいな思ってたけど、あそこの筒香に回った時にはさ、ちょっと複雑だったないやいや、まあ打ってくれよっていう、うん、なんか打つ予感もあったんだよ、うん、こういうところで回ってきたら普通は出るでしょみたいな、うん、で引き寄せの法則とかさ、うん、そういうのがあるし、みんな打つんじゃないの、打ってよ打ってよみたいな、これで打たないはずがないよなと思いながら見てたら打っちゃった、打っちゃった、うん、そしたら石川の勝ちが消えた、石川の一生っていうのはね本当に重いんだよ、ね、これからが。ただもうこの筒香選手のホームランで消えてしまったのはもう仕方がないっていうふうに仕方がないのかいいんですかね、うん、まあだからやっぱ次頑張るとは軽くは言えないけどさ、うん、でも本当に頑張ってほしいなって、石川本当に申し訳ない、ね、まあ、もちろん謝ることでもないけど も、うん、だけどあの頑張ってほしいなと本当に思う、まあね、色の巡り合わせがあってたのでね、いつか ね、まあ、それでいい勝ち方ができると、はい、いいですね、次 ね、はい、まあ筒香帰ってきてね、華々しくね、お帰り宣言をしたという、ね、まあ、そんな感じで I love 横浜ってちょっと発音が良くなってるな、 I love がそうだった、そんな感じがしたメジャーって、そうだった、そうそうそうそんなことか感じたのか、そう感じたでなぜか、はい、昨日なかったんだよ、
あ、そうそう、ね、なんでみたいな、なんかね、もうその勢いのまま本当にしたいところだったけどね、横浜ファンの皆さんもね、はい、で、今日、吉村対石田、うん、6対2ヤクルトね。まあこれはね、まあ石田この前良かったんだけどもさ、はい、初回5安打を集められていきなり3失点というね、うんうん、まあヤクルト打線でやっぱ怖いな、つながるから、ね、それとやっぱクリーンアップがしっかりしてるし、まあ長打もあるし、うん、まあ、非常に怖いというね、うん、で2点を返したんだよ、2回3回でね、 DNA がね、はい、1点ずつね、はい、うん、でも6回満塁から押し出し中村に、そう、まあ、よく見るね、冷静だし、うん、で次ライトフライ、うん、ねえ渡辺どうした、ねえちょっとね、空振りした、どうしちゃったんでしょうね、うん、まあエラーで2点を失うというね、うん、まあ全てがもうここだったかなという感じがするんだよね。そうですね、あれ渡辺目が、目大丈夫かなと思って、なんかちょっとね、あれどうしたっていうの前にもなんかあったような気がする。あのね、単純に何ていうの、守備が下手とか、うん、そういうことじゃなくて、やっぱね、ナイターに弱い人っているんだよ。なるほど。でデイゲームはものすごくうまいんだけど、うん、ナイターになると動きが変わるっていう人がいるんだよ、やっぱり。それは夜目がボールが見えにくい。そうそうそう、それは守備のことで、今守備のことで打席では、だからあの打席っていうのは距離感が近いじゃない、うん、でも遠くから飛んでくるから、やっぱ距離感とか、やっぱ暗いところに入ると見えにくいとか、うん、だから一回ちょっと調べた方がいいかもわからんな、これなんだろうね、うん、やっぱそういう傾向は本人はやっぱあったりするのかね。いやだから本人は分からないの、社会人から来てるし、うん、いやナイターでやるっつってもそんなに機会もなかっただろうし、うん、で都市対抗出たらドームだし、うん、ドームだったらいつも室内だから分かんないじゃない、うん、だからやっぱりちょっとね、ちょっと検査した方がいいかも分からないね。そういう検査があるの？いやあるある、あのね、これ禁止用語かどうかわかんないけど、うん、あのトリメってあるんだよ、うん、でやっぱと夜ってと暗いところが、ね、暗いところって見えにくいとかあるじゃない、だそういうことがあるのかなっていうふうに思う。昼間だとサングラスみたいな対策はないんですかね、その夜。いやあるかもわかんないよ、うんうん、だからちょっとあれを落とすっていうのは普通はあんまり見ないからね、うん、だからひょっとしたらやっぱそういうなんていうの、弱点を持ってるのかもわからないよね、うん、あのね、モッカっていう選手がいたんだよ、中日で、うん、あのデイゲームではめちゃくちゃ打ったんだけど、ナイターでは全然打たなかったんだよ、うん、これなぜかというと、やっぱそういう日中はいいけども夜になると見づらいっていうのがあるんだって、うん、だからそういうこともあるし、だからちょっと一回検査をした方がいいかもなと思うね、うんうん、っていうぐらいね、ちょっと不可解なエラーだったかなっていう、ね、はい、で、まあ、6対2で敗れるんだけども、うん、まあ DeNA は強打のファインプレーとかタイムリー、うん、すごかったですね、強打が頑張り出してきた ね、まあ、使われ出してきてね、今日はね、すごかったですね、うん、でピッチャーの坂本、はい、満塁をね、うん、ホームゲッツで取るとか、だ非常にいいところもあっただけに、うん、ちょっともったいない試合だったなっていう、ちょっと点の取られ方が押し出しエラーで、そうなるとちょっとな、もうねこの6回が全てだったのかな、まあ、全てだったかなっていうふうに思うよね、思いますかね、はい、はい、まあそういうセ・リーグでした。はい、はい、ではパ・リーグいきます、はい、ということでパ・リーグもちょっと2試合のところが2カードありましたけれども、はい、いきますと、ソフトバンク対日本ハムがソフトバンクの3連勝、はいはい、ロッテ対西武がロッテの2勝ということで勝ち越し、はいはい、楽天対オリックスは1勝1敗ということになりました、はい、一応じゃないな、ソフトバンクと日本ハムは首位攻防戦、そうそう、ね、そうそう、1位2位の対決です。ここはもうね、ものすごい期待しました、うん、楽しみにしてましたよ、ね、いやだけどソフトバンクは強い、もうなんかね、なあなんかね、はい、でソフトバンク和田、有原、石川、うん、ね、えやっぱわあ、いいピッチャー投げてくるな、うん、日本ハム北山、山崎福也、金村、うん、ねえ金村は中に入ってたんだけども8回とかに先発してきたね、うん、はい、で1試合目9対4、
ソフトバンク、うん、北山に期待したんだよね。ねえ、ものすごい力があるし安定してるから。そうそう、 だけど6失点というね。ね、どうしちゃったんでしょうね。ただ2回、この日から一軍に上がってきた、うん、野村と野村、まあ、今川も一緒に上がってきたんだけどもね。そうそう、野村が二塁打、うん、まあ、レース水野がつながり、うん、軍事のタイムリーなどで、うん、まあ、3点を取る、はい、北山だから、うん、3点あったらこれ勝負になるなと思ってたら、うん、ソフトバンク打線、うん、1回から5回まで毎回得点。これね、ほんとすごい ね、 ね、初回は近藤タイムリー、うん、2回には三森、うん、で3回には山川ホームラン、うん、でまた三森に戻ってホームラン、でまた山川がホームランって、うん、もうくっちゃくちゃにされた、ね、この打線はちょっとインチキだな。もうなんかね、インチキになってきたもうね、だからこの試合は俺ね見てるとね、小久保監督は和田に預けてたね、うん、だからどんな点取られても5回まで投げさせよって、うん、でそれで勝ち負けであなたが勝つかあなたが負けるかっていう、もうそういう感じだったんだよ、はい、だから点取られても変える速なんか一切なかった、うん、5回はだからお前勝てよっていうようなメッセージがあったんだよ、うん、だからそれも打線が答えるよね。1回から5回まで援護し続けるんだもんね。だからこの打線は見事だなと思ってさ。そうでしょう、うん、4失点しても全く負けなかったというね。そうなんだ。だから和田、お前にこれゲームやるからね、うん、あの勝ち投手の権利だけは持って降りろみたいな、うん、まあ、そんな感じだったんだよ ね、 ね、だから見事だったなと思って、うん、ただ北山がちょっとな、どちらかったのが打たれたな、この試合はな、どうしちゃったんでしょう、うん、まあ7安打ということでね、まあそうだね、単純に打たれてしまったということですかね、うん、そうだね、うん、ただこの試合で日本ハムは万波とか外してんだよね、うん、はい、で野村と今川を入れたけども、うん、野村3本、はい、今川1本、はい、まあまあ期待に応えたかなという、うん、まあ野村はしっかり期待に応えたかなっていうようなね、うんうん、まあだから次の日、はい、まあどういう活躍ができるかみたいなね、うんうん、まあそういう期待感もあっての2試合目、はい、ね、有原対山崎、これ結局延長戦になりましたね、2対1、うん、ね、有原、はい、8回116球5安打1失点、うん、まあ本当安定してるね本当に安定してる、ね、だからつけ入る隙がないというかさ、うん、で山崎幸也、はいはい、7回92球5安打1失点、うん、もうね本当に緩急の使い方が面白いように決まるという ね、 ねえ、こちらも良かったんですけどね。そうだね、うん、まあだけどまあ、先制したのが日本ハム、うん、で追いついたのがソフトバンクなんだけど、はい、まあ1点リードされたソフトバンク4回の攻撃、うん、山川が1人で同点に追いついて帰ってくるというね、それも右方向に打って、うん、いや今年の山川って広角に打ってるし、まあ非常になんかレベルの高いホームランを見せてくれるなっていうふうに思うよね、うん、で延長戦、うん、12回まあ引き分けかなと思った、はい、マウンド上矢沢、先頭バッター近藤が二塁打、続くバッター申告敬遠でリチャード、はい、どうするかなって、ノーアウト一二塁ね、だってバントはできないもんね、うん、で代打送らないってことは打たすのかなと思って、うん、でも外野手は前に来るし、ああこれでリチャードのパワーだったら超えていくかなっていうふうに思ったんだけども、うん、まあ、リチャードがうまいことつないだね、変化球を、ね、リチャードも成長してんなと思う、ね、うん、それとね山川が入ったのが大きいわ、やっぱり同じ沖縄で同じタイプのバッターだから、うんうんうん、なんか師匠としてお手本が入ってる、お手本が入ってるわ、それと山川のノリとリチャードのノリがやっぱ合うんだろうな、東京っていうのは最強ですよね、そうだな、うんうん、だからしかも沖縄というね、あ、うん、で代打シュート、はい、え代打シュート、うん、代打で出てくるようになったかって、すごいね、それも大成長ですか、そうだそうだなで、まあ、足だけじゃないもんな、ね、
でサヨナラ犠牲フライという、うん、もう簡単に打ち上げたよね、うん、まあ有原が8回までね、まあ、さっきもお伝えしたように投げたんだけども、うん、ソフトバンクの中軸、ね、中継ぎが、はい、1本もヒットを打たせてないんだよ日本ハムに。だからここら辺の力の差っていうのもちょっと感じるようなゲームだったな、うん、でもさ個人成績見てもあれでしょ、そうそう、 打率とか、ね、打率なんかも柳田トップ、うん、で山川にだっけ、山川じゃないか、あ近藤か、1位近藤選手、あ1位近藤か、2位周東選手ですよ、あそうか、で3位が柳田選手今ねもうソフトバンクソフトバンクソフトバンク、まあそりゃそうだな、そうそう、ホームランもそうだし打点もそうだしな、うん、いやだから周東がここまで成長するってねバッティングで、打点だから代打で出てくるんだもんな、大事なところで、そうそう、だから打点も山川選手はダントツの35打点で、うん、次柳田選手でそれも27打点、うん、次がオリックスのセビア選手で19打点ってここ点の間もすごい空いてるから、空いてるな、なんか得点力すごいんですよね、まあ、すごいな、ソフトバンクね、うん、だからやっぱみんなが成長してるというな、ねえ、で3試合目、はい、これ一矢報いたいよね日本の方はね、もうここね2試合負けてるから、はい、3対1ソフトバンク、はい、うん、まあ軍事のタイムリーで先制、この試合先制はしていくんだよね、前の試合もそうですよね、あ、うん、で誰にやられるかって言ったら山川に全部やられるんだよで山川が打点を上げるとねソフトバンクって本当強いんだよ、うん、なあ、で1、2回で3安打ね、あの日本ハムはね、はい、打つんだけども3回以降はノーヒット、うん、ねえ、だからもうねやっぱこうもう一回出直しだな日本ハムは、ちょっとリセット、まあやっぱりリセットしないとさ、うん、やっぱ力の差がありすぎた、うん、今回はこの3連戦は、ね、だからその日本ハムは力がないとは言わないよ、うん、言わないけどもやっぱピッチャーを揃えていかないと、あのローテーション的に、うんやっぱ苦しいっていうことだよね、うんうん、だからやっぱソフトバンクはやっぱ強いなってね、もう、うん、ソフトバンク相手にやっぱ3安打しか打てなかったら、うん、勝つポイントが分からなくなってきますから、ね、なあ、いやそうだ本当、ね、いやただやっぱ付け入る隙はやっぱオスナとか苦しんでるし、はい、オスナとかね、うん、ピッチャーね、だからそうそう、うん、でモイネロが抹消になったでしょ、うん、だからそういう意味ではちょっとこれから揃わなくなってきた時にやっぱチャンスは生まれてくるから、やっぱ日本ハムは諦めちゃダメだよっていうことだよね、もうここくっつき、まあ、諦めることはないと思うけどね、ちゃんともうぴったりくっついていきたかったところ、ちょっと3連敗なんでね、うん、まあそうだね、次からちゃんとねまた取り戻していきたいですね、はいはいはい、続きましてロッテ対西武ライオンズ、うん、ね、2対0 2勝0敗で、うん、ロッテ種市ダイクストラ、はい、で西武高橋コーナー某高橋、うん、で初戦8対1、はい、ロッテ、はい、高橋光成が投げて、うん、ロッテが8対1、うん、でまあ初回外の3号ツーランで先制、うん、まあ、2回にはエラーもありランナーをためて岡がタイムリーということで、うん、で今日のゲーム岡は4打点というね、うん、大活躍したんだけども、はい、で種市7回111球、うん、3安打6三振無失点という、はい、まあここのところ種市ってあんまり良くなかったんだけどもさ、うんうん、まあ、風も強かったんだけどもその風を味方につけてというかね、うんうん、だから制球よく頑張ったなという、で一方西武、はい、高橋コーナーが投げてて、うん、まあツーラン打たれるのはこれは仕方ない、うん、でもエラーがあって、うん、なんかもうああこんなに点を取られたらもう今日は勝てないなっていう感じになるんだよね、うん、あまりにも打たないから、あ点取ってくれないから、うん、だからもう本当にねモチベーションとしたらもう必ず完封しなきゃ勝てないんだっていうぐらいのモチベーションでマウンドに上がってて、うん、やっぱいきなりさ 1,2 回で4点取られる結果になるとさ、うん、まあ確かにエラーも絡んだりとかして、うん、自責は違うけどもなんかねやっぱねモチベーションが持たないんだよね、うん、で見てて我々もあ4点取られた西武あもうダメじゃんみたいな、
思っちゃうんだよね、うん、で周りも多分思っちゃうんだよ、そういうこと、ま、それがね雰囲気的に伝わってゲームがそういう方向になっちゃう、そこなんだよ、頑張ってんのはおかわり君だけなんだよ、一人でホームランっていや本当だよ、本当、ね、ほんと頭が下がるよ、ね、これはもう今低調というふうなことで話が片付くようなことなんですか、いや違う、これはもう歴史だな、ここまで打てないと、お、いややっぱり若手が育ってないもん、うん、で今までねその二軍監督が誰がやっててだどう誰を育てたんだっていうことになってくるんだよ、うん、そうなってくると話がね、うん、ただまあ補強の問題もあるし、うん、外国人とかの、うん、だからそういう意味では本当につらいな、なんとかなんとかみんながいい方向にね、まあ、みんな一生懸命やってるんだよ、そうそうそう、でもプロは一生懸命やってるようじゃさしても勝てなかったら意味ないから、うん、そこは褒められることでも何でもないから一生懸命やるっていうことがやっぱ勝って褒められるからね、だからそこら辺はやっぱ勘違いしないで勝たないとな、だからこうなんかね打撃が少しでもこう上向いてくると、うん、またピッチャーのモチベーションも上がり、まあそうだね、っていうことでね、俺なんでこんなに腹立ってるかというとさ最後に優勝にしてるんだよ、そうね、うん、豊さん1位予想だから、ね、これはねあのね投手陣はね本当に優勝してもおかしくない投手陣だよ、うん、だけど野手は最下位も最下位だよこれじゃ、うん、これは蓋開けてみてそういうことだったってことですか、いやもっとやると思ったよ、うん、で外国人ももっとやると思ったけど、うん、何だったのがっくりしちゃった、まあいいか、まあね、がっくりをちょっと挽回してもらいたいですね、そうだね、まあ暑くなってもしょうがないからな、うん、ね、まあでも期待しましょう、はい期待しよう、はい、頑張れ、まだまだ先あるからね、うん、で2試合目はダイクストラと某高橋、はい、6対1、うん、ダイクストラ、はい、ロッテが勝つというね、まあ、来日初勝利を挙げるということでね、そうそう、はい、でロッテ4連勝ここに来て状態上がってきました、うん、はいはい、ね、12安打で6点を取るという、うん、ね、で外、はいはい、まあ、外もね結構ここのとこね活躍もしてるし、ね、まあ、藤岡が非常にいいところで打ったり、うん、岡が打ったり、うん、ただやっぱ角中なんだよ、はい、角中が3番に入ってからやっぱ連勝し始めるんだよ、うん、で角中が3番でおそらくね 10の6ぐらい打ってるんだよ、うん、で6割ぐらい打ってる、はい、うん、で荻野ベテランが、はい、その角中の守備固めに行ったりだとか、うん、あの守備固めからあの打席回ってきたらタイムリー打つとか、うん、このねやっぱ角中荻野のこのベテランコンビ、うん、これはねやっぱ素晴らしいな、ね、いいね熱いね、うんね、うん、だからもう今シーズンの成績でも今角中選手は4割2分、ね、もうそうでしょう、やっぱねバッティングがしぶといよ角中、うん、あだからなんていうの、まあ非常に、こうロッテ打線をつないでるっていうような、まあ、役割だし、うん、まあ打点も上げてくれるしね、うん、勝負強いし、うんうん、だから非常にこの角中荻野、うん、このベテランたちを大事にやっぱこう使ってほしいなと思うね。ね、もう若手と同じように鞭入れないように。この人たちは自分で鞭持ってるから、自分のケツ叩けるからね。はいはい、だから本当にあのこのベテランの活躍というのはね、うん、頼もしく見えます。はい、ね、ただおかわり君また打ったみたいな。うん、ね、兄貴をと並んだみたいな。ね、並んだんだよね。あのそう、そう10位タイです、ね。そうだね、うん。もう本当に大したもんだね。何がというと通算のホームランの。通算のホームランね。はい、ね。まあ兄貴金本ね。はい。476本か、うん、ぐらいだったと思うけど。はい。まあ500本もう見えてきたしね。うん、まあ、頑張ってほしいと思います。はい。はい。まあ若手も昇格されて頑張れ。ね、ね、はい、はい、で最後楽天対オリックスね、楽天、うん、庄司藤井、うん、オリックス曽谷宮城、はい、4対2、うん、オリックスセデーニョ6号、うん、4回にスリーランというね、はい、まあ打つんだけども曽谷、うん、7回3分の2 108球、5安打106球ね106球か、はいはい、106球5安打
8三振、はい、2失点、うん、曽谷のやっぱスライダーっていうのは独特だな。おう、でこのピッチャーはやっぱフォークも相当良くなると思うよ。うん、それはなぜかというと、はい、あの巨人の戸郷の左番に似てる。左番みたいな。みたいになる。うんうん、だから非常にこれあの勝てるピッチャーにもなるだろうし、うん、あのやっぱスライダーのキレっていうのは抜群だな。うん、で庄司、はい、5回91球4安打4失点。うん、力があるのは分かるんだよ、ボールに。はい、でセディーニョって、うん、やっぱ力があるっていうのを分かってると思うんだよ。もう少し丁寧に投げれんかな。というと、というのは、うん、やっぱ鋭意で投げてるんだよ、うん、やっぱ向かっていってるっていうか、うんうんうん、やっぱねちょっとかわしてあげるとピッチャー勝てるよ、このピッチャーは。なるほどね。やっぱね向きになるんだな。うん、もうやってやるみたいな、あのねちょっとプライドが高いというかさ、うん、だからなんていうの、無駄に力を入れて甘いボールを投げてるっていうような、うん、そんな感じに見えるんだよ、うん、いやそうじゃない、そこかわしとけば勝てるのにっていうところをなんかね向きになるんだよね。ねー、だからスリーランにつながるというね。まだ若いですしね、うん、まあそこが若いピッチャーのいいところなのかもわかんないけどもね。まあだけどもう少し冷静にいけば、うんうん、いや相手の方があなたの方が上です、ちょっとね買わさせていただきますよって、外国人だからそうした方がね、うん、あと一つ上ですね、本当の。そうそう、本当のね、はい、だからあの勝てば官軍でさ、勝ちゃいいんだから、うんうん、っていうところをもう少し冷静に考えてほしいな。本当はグワッといったのでもうねじ伏せたいんでしょうね。そうそうそう、打たれないでそれでよっしゃっていう自信を身につけたいんでしょうね。まあそういう美学があるのかね。そうでしょうね。2試合目、藤井宮城、うん、4対1、はい、どっちだと思う？そりゃもうね、あの結果見てるね。あ、そうか、楽天、はい、ね、藤井もねやっぱ大したもんだよこれ、うん、やっぱこうボールをよく散らしながらね、うん、まあ、打ち取っていくけども、ちょっと宮城がちょっと心配だったな、ね、ちょっと負けがねちょっと先行してしまった、うん、まあこの前あの全力で行ってたからね、佐々木朗希との、うん、あの試合で ね、だからまあそういう疲労も来てるのかもわからないけども、まあ宮城4回86球9安打、うん、3失点自責は1ということで、うん、まあエラーが絡んでるんだけども、まあ9安打っていうのはちょっと宮城にしては打たれすぎだな、うん、まあ打たして取るピッチャーなんだけども、まあだけど9安打を4回で打たれてるっていうのは非常にちょっとボールのキレとか集中力とかまあいろいろちょっとなかったのかなというね、うん、まあ、そんな感じがするし、まあ一歩藤井、はい、5回79球6安打1失点、うん、ね、本当にあのボールを散らしながらね、あの懐に攻めるところは攻めるし、非常になんかこう安定感があるね、うん、だからいいピッチャーだなって、こうなんていうの、圧倒するっていうことじゃなくて、うん、なんかこう本当にしっかりゲームを作ってくれるなというね、うん、まあ、そんな感じがするよね、はい、でオリックスの方はね、うん、セカンドのエラーがね止まらない、止まらない、まあゴンザレスが入ってて、うん、この前もやってて今日もやったんだよね、うん、で西野がこの前入ってたのかな、うん、セカンドに、はい、で西野もやってたんだよね、うん、だからセカンド付近のエラーが非常に多くなってんなって、でエラーが失点につながってるケースもたくさんあるし、なんかオリックスらしからぬ野球になってんなっていうね最近ね、うん、まあ、そんな感じがしました。はい、はい、まあ、以上で、パリーグですと、はい、で原稿は俺が書いてますね。何の話、書いてあるからね。いや、あのねスタッフがね、うん、書いててどうせそれを読んでんでしょって、ね、自分で書かなきゃねこんなにうまくは語れないよ。もうね豊さんなんかねパソコン使うのがちょっと
なんていうの、目も疲れて自然も疲れるって言うけど、私が一生懸命フォーマット作ってね、そうだよ、原稿用の紙作ったのに、なんか知らないけど今日普通の白い紙に手書きで、なんで今日はちょっと時間がなかったからね、パッパッと箇条書きにしてることはしてるんだよね。ジラッとそれをお見せしたら、こんな感じ、まあいい、もう5時があるとか言われちゃう、お前。はい、ピックアッププレイヤーセリーグからいきます。はい、阪神長野ね、うん、ゴールデングラブ賞を取ってるんだからね、そのプライドを持って、ね、うん、頑張ってほしいって思います。これはどういう意味でのピックアップなの？いやだから頑張れということ、この前木浪がね、うんうん、やっぱエラーして、やっぱ二遊間っていうのはどうしても打球が多く飛んでくるし、うんうん、エラーも増える場所ではあるんだよね、うんうん、まあ、それとやっぱシートを被せてて硬いところとかいろいろ出てくるんだよ、うん、土のグラウンドって、うん、だから非常に難しい、うん、でもホームグラウンドにしてる、まあ、木浪も中野も、ね、うん、だからそういう意味で中野頑張れよっていう感じ。はい、はいはい、で DeNA 渡来、うん、ね、どうしたみたいな、ちょっとね、うん、いい時そうじゃない時の差が、うん、いやだからやっぱりね、明るいのはいいけども、うん、だってこういう落ち込むところもあるから、なんかすごいその差が激しく見えるんだよね。そう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 、だから普通にやっておく方がいいよ、まあ、だから、まあ、喜怒哀楽って大事だけどもっていうことですか、うん、そうそうそう、まあ、冷静っていうことで、うん、冷静にしといた方がいい、ね、それとね、一回ねちょっと検査した方がいいと思うよ、さっきの話ね、うん、やっぱ暗いところがちょっと苦手なのか、うん、明るいデーゲームとか、うん、そういうところの方がいいのかとかね、もしかしたらね自覚があるかもしれないし、ね、あるかもわからないし、ね、そう言われたらもしかしてって思うかもしれないし、ね、そうだね、うんうん、で筒子お帰り ね、よかったね、もう即列赤にしよう、ね、赤で書いてって言うから、そうだ、はい、広島末金、はいね、よかったね、うん、やっと戻ってきたし今日のタイムリーが出て、やっぱこう打ち方っていうのは去年からね、うん、本当に新井監督が言ってたけど本当に掴んだのかよとか言ってたけども、うん、まあ本当に掴んでる部分っていうのはたくさんあると思うから、はい、今日もヒット打てたと思うし、うん、だからこの広島のね、うん、打線のなんていうのか絡めというか、まあそういうことになってほしいと思います、はい、でヤクルト石川ね、ごめんね、なんでごめんね、なんで高さんが石川がねやっぱり石川勝たしてやりたかったよ、でもちょっとごめん、筒を組み替わってみたいな、日が悪かった、ね、そうね、まあ、石川もう本当に応援してるから頑張ってほしいと思う、うん、なぜその試合で一軍デビューなのっていうね、そうそう、帰ってきてからお帰りでね、お帰りの、はい、はい、で中日カリステ、うん、ね、先発からちょっと漏れてるけども、うん、やっぱカリステの力をうまく利用するっていうのはかな絶対必要だし、うん、軽んじては俺いけない選手だと思うんだよ、はいはい、だからカリステ頑張ると腐らずにね、うん、使われなくてもね、うん、で巨人長野、はい、ね、やっぱこの人はね、うん、やっぱ攻守ともに見本になる選手だよ、うん、本当ジェントルマンだし、うん、外でも、うん、ジェントルマンだし球場の中でもこう知的だしね、うん、だから本当に若手の見本としてね、うん、まあ、君臨していくと思うけども、はい、やっぱ巨人の若手は長野見習ってほしいなっていうふうに思うね、はい、はい、続いてパリーグです、はい、おかわり君、うん、ね、頑張んなさい、もう頑張ってるね、いや頑張ってる、波に飲み込められないではい、はい、あなたはもう記録でいいよ、うん、ね、早く500を打つとかもうそうやって考えといた方がいい、もうチーム考えたら本当にね、もう重荷になると思うよ、だから本当にそうやって自分のことをやることによってチームに貢献してるから、おかわり君は、そしてチームもねそこにひっついてくればいいかな、そうそうそうだな、うんうん、はい、でおかわり君若手の見本って言うけどあのバッティングは誰も真似できない、抜けてるから抜けすぎてる、はい、オリックス、はい、曽谷ね、うん、もうこれからも本当に期待したいと思うよ、うんうん、やっぱ多少変則で投げてくるピッチャーっていうのはやっぱタイミングの取り方も難しいしね、うん、だから本当に可能性大だよねこれから、うん、大化けするのに、はい、で日本ハム、うん、野村よかったね、帰ってきていきなり ね、結果が出て、うん、まあ、ファームでも頑張ってるの見てたし、はい、まあ、今川も書きたかったけどこの前カッコで書いて、うん、ね、本当にすぐ一軍に上がったから、ねね、今川よかったなー言って、
ね、で特別な動画も上げてます、ね、でその動画に対してお礼の返事が来たというね、今はね、はい、まあ可愛いやっちゃん、ね、やつなんで、そうそう、まあ、応援してやってください。本当 ね、あのね、はい、二軍の試合見たかさ、意外と見てるんでね。そうだそうだ、野村も良かったしな、はい、で藤井、楽天藤井、うん、でよかった、宮城に投げ勝ったというね、まあ自信にしてほしいしね、本当に安定感がこう増してきてるんでね、うん、まあどん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 こう勝ち星を重ねていってほしいというふうに思います。はい、でソフトバンク、うん、シュート、もうね、いろいろな選手いるけれども、そう、やっぱりね、シュートといえば足、うん、ね、シュートといえばダイソーだとか、うん、そういうことを言われてたけども、ね、国防監督がよくあそこに置いといて出さないで代打シュートって言わせるぐらい成長したんだなと思ってね。いや、なんか今までのイメージが変わりましたね。変わるよね、うん、いや本当本当、ただ国防監督も色眼鏡で見ないで冷静に、いやシュートはバッティングだってちゃんと使えるみたいな、うん、やっぱちゃんとこうわきまえてくれてるというかさ、だからすごく良かったなと思って ね、なんか数年前はね、やっぱ足っていう、もう全然違うよ使い方がね、もうちょっと守備がとかなん、ね、そうそう、バッティングもうちょっとね、パワーがとか言ってたのが、それ今もうないですもんね。ないない、うん、大打シュートおめでとう、おめでとう、ね、はい、最後ロッテ角中、はい、うん、ね、もう角中角ちゃん、はいはい、ね、頑張ったね、頑張ったし、君の力で4連勝ができてるというねえ、ね、豊さん、角中選手も好きですもんね。いや大好き、やっぱり、ね、執念があるんだよバッティングに、うんうん、それとね、やっぱり毎年危機感を持って、うん、やっぱもっとやりたい、もう少しやりたい、野球を1年でも長くやりたい、そういうタイプの人間で、うん、だから頑張るんだよ、本当に頑張ってるから、うん、あれね、試合前打てん練習場行ったら必ずいるからそんな男だから、うん、だから本当にね、今年もまた頑張ったら来年もできるからね、もうどん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 続けていってください。ちゃんと思いがね、結果に出てるっていうのは素晴らしいことですね、はい、そうだね、うん、はい、ということでお伝えしました。はい、ということで、ね、はい、今度は木曜日がお休みということになります。明日休みだね。そうですね、はい、で、1日お休みがあって金土日かな、はい、っていうふうになっていきます。今度日曜日にそうですね、またあげますね、はい、次の金曜日からは、はい、ヤクルト巨人、 DeNA 阪神、はい、広島中日、はい、日本ハムロッテ、はい、西武楽天、はい、はい、で金曜日は、ソフトバンクオリックスがお休みなので、うん、ソフトバンクオリックスは土曜日からということです。そうか、はい、ね、うん、まあちょっとパ・リーグの方はね、ソフトバンクが抜けてきたけども、そう、だセ・リーグの方は巨人がね、広島に2連敗したことによってまた団子になってきた。団子も団子ですよ。阪神、巨人、広島、DeNA、ヤクルト、中日なんだけれども、はい、ヤクルト、中日は一応同率ね、うん、で、阪神、巨人も 0.5、 次1ゲーム 0.5、はい、0.5 なんで、うん、2.5 ゲーム差の中に、まあ本当ね、セ・リーグはね、調子がいいチームがないね、うん、やっぱりエラーが絡んで失点するとかさ、なんかこう落ち着かない ね、だから本当に、あ、俺たちは強いって思われるようなチームになってきたらガーンと話すよ。まあここがいつまでたってももたもたしてると思うよ俺。逆に今年チャンスね、どのチームも要するにチャンスチャンス。パ・リーグはそういうことで言うと、ちょっとソフトバンク日本ハムが1位2位でちょっと 5.5 ゲームに差が開いちゃったんで、ここと、あと5位、6位、うん、ここが 3.5 ゲーム差あるので、うん、ソフトバンク、日本ハム、ロッテ、オリックス、楽天、西武ですね、うん、真ん中はちょっと結構団子なんですけど、うん、1位、6位がちょっと離れてきてるかな、まあ、セ・リーグはね、やっぱこう、抜け出していくチームがないとね、ねダメだな。このままなんかね、もた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 してるわ。3連戦のたびにこう順位がちょこちょこって変わったりするからね。だから強さを感じるチームがセ・リーグではないもん今のところ。そうですかね、今のところね。でパ・リーグはやっぱ圧倒的にやっぱソフトバンクが強いという ね、まあ、そういう図式になってます。でその画像を誰が崩していくのか、どのチームが崩していくのか楽しみにしておきましょうそれでは、はい、ありがとうございました。はい。